アレクサンテリン通り、またはアレクサンテリンカトは、フィンランドにある通りである。アレクサンダー通り、アレクサンテリ通り、アレクサンドル通りとも、アレクシと通称される。ストックマン百貨店ヘルシンキの中心部を東西に走る大通りである。通りの東端は、ポフヨイスランタ通りの近くにあるメリチューラントリ付近である。通りの西端は、マンネルヘーム通りと交差する地点であり、 その付近の広場には3人の鍛冶屋像がある。中央部は元老院広場の南端に沿っており、広場の北側にはヘルシンキ大聖堂がある。ヘルシンキトラムが通りを走っている。クリスマス期通りは1800年代にカール・ルドビク・エンゲルによって設計された。通りの東部はスウェーデンの統治時代にはツールカートと呼ばれ、後にク9ン,ンカツと呼ばれた。 1833年に、ロシア皇帝のアレクサンドル一世にちなんで、現在の名称が付けられた。1949年、ヘルシンキ市の公式のクリスマスストリートとなる。私立博物館1番地には幼稚園がある。4番地には雇用経済省がある。7番地には環境省がある。11番地にはバーガーキングがある。13番地には アレクシ13がある。16番地には、ヘルシンキ私立博物館がある。21番地には、バイキングレストランハラルドがある。26番地には、カフェエンゲルがあり、店名は、建築家カールルドビクエンゲルに由来する。30番地には、ノルデア銀行がある。36番地には、ミナパリッカがある。44番地には、ポホヨラオフィスビルがある。 48A 番地には政府エネルギー供給機関がある。50番地にはマリメッコがある。52番地にはストックマンヘル新規百貨店がある。ありがとうございます。